ニキータイゴレビチクチェロフはロシアマイコープ出身のアイスホッケー選手。現在はナショナルホッケーリーグのタンパベイライトニングに所属している。2018から19年シーズンにリーグ最多ポイントを記録しアートロストロフィーを獲得した。コンチネンタルホッケーリーグのチェスカ・モスクワと提携しているジュニアチームの出身で2010年に17歳でチェスカ・モスクワに昇格。 プロとしてデビューした。2011年に行われた NHL エントリードラフトでは全体の58位でタンパベイライトニングから指名を受けた。2011から12シーズンをクスカでプレーした後、北米に渡って2012年9月10日にタンパベイライトニングとの3年契約にサイン。2012から13シーズンはライトニングとの契約下で、 ケベックメジャージュニアホッケーリーグに属するジュニアチームでプレーした。2013年11月25日、ニューヨークレンジャーズ戦で NHL 初出場を果たすと試合開始直後の第1ピリオド2分12秒に初ショットで初ゴールを決めた。ライトニングの選手でデビュー戦でゴールを決めたのはクチェロフが7人目となる。また2014年10月28日のアリゾナ。 雇用手図戦では、自身初のハットトリックを記録。2017年1月、NHL オールスターゲームに初選出される。74試合で85ポイントを記録した2016から17シーズンは、シーズンのセカンドオールスターチームとしての表彰を受けた。2017から18シーズンは、開幕から5試合連続ゴールという、 フランチャイズ新記録の更新でスタートし、さらにその連続ゴール記録を7試合まで伸ばした。また、開幕から11試合連続ポイントというフランチャイズ1位体の記録も達成した。2018年1月には2年連続で NHL オールスターゲームに選出される。翌年2019年1月にも NHL オールスターゲームに選出され、3年連続での出場が決定した。 2019年3月9日のデトロイト、レッドウィングス戦でシーズン109ポイント目を記録。タンパベイライトニングの選手として史上最多となる年間ポイント記録を更新するとシーズン終了時までに合計128ポイントを達成。2018から19シーズンのリーグ最多ポイントを記録しアートロストロフィーを受賞した。ロシア出身プレイヤーによる NHL シーズンポイント記録は、1992から93シーズンにアレクサンダー・モギルニーが記録した127ポイントが最多だったが、これもクチェロフが26シーズンぶりに更新した。2019年6月19日、シーズン最優秀選手に贈られるハートトロフィーおよび選手会によって選出される最優秀選手賞をダブル受賞した。 2016年9月17日から10月1日までカナダのトロントで行われたアイスホッケーワールドカップにロシア代表として出場したがチームは準決勝で敗退2017年に行われたアイスホッケー世界選手権にも出場5月21日の3位決定戦でフィンランドを破り銅メダルを獲得したありがとうございます